話題作発売、今週の1位は一体どれだ。はい、どうもゆきともです。今回の動画は毎週更新している新刊ラノベの売上ランキングをチェックしていく動画です。どのラノベが今売れているのか、この動画でがっつりチェックしていっちゃいましょう。この動画では電子書籍サイトのブックウォーカーの文庫ジャンルと単行本ジャンル、それぞれのトップ10を紹介していきます。それと最後にツタヤの紙書籍ランキングもまとめておりますので、ぜひ動画を最後まで見ていってください。本チャンネルでは毎月発売する新刊ラノベも紹介しています。どんなラノベが発売するのか事前に確認してから売上ランキングを見るとより面白いと思いますので、ぜひね、こちらの新刊紹介動画の方もチェックしてみてください。それでは本編の方行ってみましょう。最初は単行本ジャンルのランキングから見ていきます。まずは第10位からですね。第10位、BK ブックス、オートマジックのコスパ無双、成長スピードが超遅いと追放されたが、放置しても経験値が集まるみたいです。第2巻。追放系のファンタジー作品ですが、意識しなくても自動で魔法を行使するオートマジックというスキルで成り上がっていく展開のようです。コスパ無双っていうタイトルがなんかこうもはや潔さすらありますね。まあ、ファンタジーですらコスパを求められる時代なんですかね。続いて第9位、 HJ ノベルス、悠々の追放魔法使いと幼馴染な森の女神様。第2巻。魔法学院を落第、追放されてしまった心優しい魔法使いの主人公が田舎に帰ってスローライフをしていくストーリーとなっています。まあ、主人公が使う魔法で、まあ、農業だったり魔物退治をして活躍していくという感じです。ちなみにこのシリーズはコミカライズ化も決定しているようです。続いて第8位、電撃の新聞芸、リビルドワールド第6巻、下巻。こちらは先週単行本部門で1位でしたね。今週もしっかりトップ10内をキープしています。荒廃した近未来世界を舞台にした SF バトルファンタジーなので、そういったジャンルが好きな方は必見のシリーズです。コミカライズも良い出来なので、そちらをチェックするっていうのもありだと思います。続いて第7位、 TO ブックス、本好きの下克上29巻、テレビアニメ第3期が放送中の本シリーズ。これで3週連続でトップ10内に入っています。実は少し前までブックウォーカーで期間のセールがやっていたんですが、そのせいかね、ランキングにめちゃめちゃ本シリーズランクインしてたんですよね。まあ、セール対象作品は今回のランキングからは除いていますけど、もしね、今回入れていたら本好きだらけのランキングになってましたね。続いて第6位、 TO ブックス、穏やかな貴族の休暇のすすめ15巻。ファンタジー世界で宰相として活躍していた主人公が別の世界に転移して始まる異世界ファンタジー作品です。主人公がハイスペックなキャラで、持ち前の頭脳と人たらしっぷりで冒険者として活躍していきます。シリーズ累計は75万部突破ということで、しっかり人気の高いシリーズですね。ちなみに実写の舞台化なんかもされています。もしかしたら今後アニメ化なんかもありえるかもしれませんね。続いて第5位、 HJ ノベルス、マギカテクニカ、現代最強騎士が行く VRMMO 戦闘機、第6巻。現実世界で最強剣術流派の当主である主人公が最新 VR ゲームの世界で活躍する VRMMO 系ファンタジー作品です。現実世界ですでに最強っていうのがなかなか斬新でいいですよね。まあ、現実世界の剣技を再現するだけでゲームのトッププレイヤーを倒してしまうレベルのようです。まあ、リアルでチートな主人公がゲーム世界でも無双しまくる爽快な展開となっています。続いて第4位、ガガー文庫、ロメリア戦記第4巻。魔王を倒した後の世界を描くファンタジーシリーズの最新巻。主人公は女性で、魔王を倒したパーティーの王子から婚約破棄された挙句追放されてしまうというお約束のパターンとなっています。ただ主人公が聡明な上にかなりタフで、自分で軍隊を組織して魔王軍との戦いに備えていくという感じになっています。まあ、戦記ファンタジーとしてもいろいろな陣営の視点が入るので本格感もしっかりありますね。まあ、かっこいい女性が活躍するストーリーが気になった方は、ぜひねチェックしてみてください。そして続いては単行本ジャンルのトップ3を見ていきましょう。まずは第3位からですね。第3位、 TO ブックス、白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟を育てます。第7巻。5歳の頃に前世の記憶を思い出した主人公が、わがままな子供から一転謙虚で白深い人間として領地改革をしていくシリーズです。純真無垢な弟を溺愛していて、立派な人間に育てようとしていく展開も楽しめるようですね。兄弟愛にほっこりするファンタジー作品っていう感じです。イラストもね、こう優しい雰囲気でいいですよね。シリーズ累計としては今15万部突破ということですので、まあ、7巻時点ならまずまずといったところでしょうか。
仲良し兄弟の領事経営ファンタジーが気になった方は本作チェックしてみてください。続いて第2位。TO ブックス、新しいゲーム始めました。使命もないのに最強です。第5巻。TO ブックスがかなりランクインしていますね。このシリーズは社会人の主人公が新作 VR ゲームを遊んでいく VRMMO 系のファンタジーとなっています。主人公が運営が想定している以上のプレイをするせいで隠しクエストなんかを次々と出現させてしまいます。運営側がそれにね、いろいろ調整をかけていくっていう感じですね。まあそれでも主人公はマイペースに運営の予想を裏切る行動をしていくっていう感じになっています。バランスブレーカーとしてゲーム世界で名を馳せながら自由気ままにゲームを楽しむ展開なので、まあまったり楽しめるゲームファンタジーっていう感じです。コメディなゲーム系日常ファンタジーが楽しみたい方は本作チェックしてみても良さそうです。そして単行本ジャンルの第1位はこちら。第1位、 HJ ノベルス異世界はスマートフォンとともに、26巻。伊勢スマ最新巻がしっかり1位取ってきました。なんだかんだこのシリーズは強いですね。異世界召喚から始まるチート無双ハーレムっぷりが楽しめるほのぼのファンタジーシリーズですが、なんとテレビアニメ第2期の制作が決定しています。自分もね、別の動画で取り上げたんですが、まさか2期が来るとはね、全く予想していませんでした。さすがにびっくりしましたね。というかね、予想できた人っているんですかね。まあアニメ1期は原作の3巻くらいまでだったと思うので、アニメ2期ではついに人型兵器であるフレームギアが登場するかもしれません。まあ、いつ頃放送になるのかも含めて、今後の新情報にも注目していこうと思っています。特にね、制作スタッフがどうなるのかは気になりますね。ということで、今週の単行本ジャンル第1位は、HJ ノベルス、異世界はスマートフォンとともに26巻となりました。そして続いては文庫ジャンルのトップ10を見ていきましょう。まずは第10位からです。第10位、ダッシュ X 文庫、王立魔法学園の最下生。貧困街上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する第3巻。まずはダッシュ X 文庫の新刊がランクイン。貧困街出身の主人公が裏の世界で暗殺者として活躍し、さらには魔法学校にも入学することになる、無双系ファンタジー作品です。まあ、主人公のオレツエっぷりがたっぷり楽しめるシリーズですね。続いて第9位、ファンタジア文庫。1億年ボタンを連打した俺は気づいたら最強になっていた第9巻。押したら1億年時の世界に閉じ込められるボタンを連打して、その世界で修行して最強となった主人公。そんな主人公が剣士を育成する学院で無双しまくるバトルファンタジー作品となっています。関数的には10巻が見えてきて、敵対勢力も強力になっているようなので、まあ、主人公が苦戦する場面なんかも増えてきているようです。続いて第8位、ファンタジア文庫、ポンコツ可愛いマミヤさん、社内の美人候補が隣の席に居座る剣。こちらは社会人主人公のオフィスラブコメ系の新シリーズです。ポンコツ気味な美人ヒロインと一緒に社内 SNS のフォロワーを増やすために奮闘していくストーリーとなっています。ただね、お仕事もの要素っていうのはそこまで強くなくて、あくまでポンコツで少し嫉妬深い可愛いヒロインをめでるラブコメって感じになっています。一応ね、このチャンネルのコミュニティの方にも感想なんかアップしていますので、気になった方はそちらもチェックしてみてください。続いて第7位、ファンタジア文庫。サークルで一番可愛い大学の後輩。こちらもファンタジア文庫の新シリーズです。大学を舞台にした純愛ストーリーとなっていて、おとなしい後輩ヒロインが頑張って主人公にアプローチしていく展開が楽しめます。まあ、主人公がヘタレというか、ものすごい紳士的なキャラなせいで、なかなかね、恋愛的に進展しない、もどかしいラブコメとなっています。すごいね、ピュアな大学生ラブコメなので、まったりとした純愛を楽しみたいっていう人におすすめなシリーズです。続いて第6位、ファンタジア文庫、放課後の聖女さんが尊いだけじゃないことを俺は知っている第3巻。こちらも純愛系な青春ラブコメです。学校で聖女とまで言われている高嶺の花のヒロインとたまたま一緒に過ごすことになり、徐々にかけがえのない存在となっていくスローペースな恋愛模様が楽しめます。ヒロインがつかみどころのないキャラになっているので、少し不思議な感覚が味わえるラノベかもしれません。変化する二人の関係性が面白い、独特な雰囲気のあるシリーズですね。続いて第5位、GA 文庫、竜王のお仕事16巻。先週1位だった竜王のお仕事が今週もランクイン。2週連続トップ10入りはさすがですね。どんどん厚さを増している本シリーズ、唯一無二の面白さが楽しめるので、まあ、関数は多くなってはいますけど、未読の方でもね、ぜひ読んでほしいですね。一度読めば絶対ハマること間違いなしです。続いて第4位、ガガー文庫、結婚が前提のラブコメ第6巻。
ヒロインたちの婚活を婚活プランナーの主人公がサポートするという異色のラブコメシリーズです。今回で最終巻ということですが、惜しくもトップ3には入らなかったですね。婚活ラブコメとして異彩を放った本作ですが、最終巻はしっかりハッピーエンドとなっていて、シリーズファンの満足度は非常に高そうです。今後ね、こういった婚活をテーマにしたラブコメは増えていくかもしれないので、その先駆けとなった本シリーズは、とてもね、すごい作品となるかもしれませんね。そして続いては文庫ジャンルのトップ3を見ていきましょう。まずは第3位からです。第3位、ファンタジア文庫。クラスのギャルがなぜか俺の妹と仲良くなった第3巻。関数少なめなラブコメシリーズがここで来ました。タイトルの通り、クラスのギャルヒロインとのラブコメとなっていて、ぐいぐい攻めてくるヒロインに主人公がほだされてしまう甘々系な王道ラブコメとなっています。最新刊は夏休みということで、夏のイベントが盛りだくさんみたいですが、ヒロインの大胆な水着イラストもありますね。ギャルはとりあえず黒ビキニだろと言わんばかりのイラストとなっています。しっかりトップ3に入ってきたのはなかなか良い感じなので、未読の方はチェックしてみてはいかがでしょうか。明るい甘々ラブコメでニヤニヤしたい人に非常におすすめです。そして続いて第2位、ガガー文庫。負けヒロインが多すぎる第3巻。昨年のガガー文庫の新人賞受賞作品の最新巻、ガガー文庫の青春ラブコメの結幕を受け継ぐシリーズですが、負けヒロイン特化ラブコメという異色のシリーズでもあります。登場するヒロイン全員が主人公以外の男性キャラに惚れているという、なかなか新しい始まりなんですよね。個性的なキャラの掛け合いも楽しめる本作。主人公がね、優しいんですけど、割とフラットな感じというか、ヒロインへの対応が面白いんですよね。ただね、物語的には主人公とのラブコメにはまだなっていませんので、もうそろそろね、そっち方向に広げてほしい気もします。ガガー文庫は青春ラブコメが強いので、今後の展開に期待したいラブコメシリーズの一つです。そして今週の文庫ジャンル1位になったのはこちら、ファンタジア文庫、王様のプロポーズ第2巻。テレビアニメ第4期も放送しているデートアライブシリーズの立花光司先生が描く最新ファンタジーの作品です。新刊発売は結構久しぶりですが、しっかり1位をかっさらっていきました。最強の魔女の体を受け継いだ少年が魔術学園に通うことになる TS 系の魔術ファンタジーとなっています。300時間に一度世界が滅亡の危機を迎えるという結構シリアスな設定ですが、コメディっぽさもしっかりあって、さすがのクオリティになっています。まだ2巻までしか発売していないんですけど、世界観の奥深さだったり、バトルの面白さだったり、ベテラン作家ならではの実力が遺憾なく発揮されています。デートアライブのアニメもあって、観光ペースはまあゆっくりなんですけど、デアラが落ち着いたらこっちのシリーズが中心になっていくと思うので、今からでもチェックしておいた方がいいと思います。ということで、ブックオーカーの文庫ジャンル第1位は、ファンタジア文庫、王様のプロポーズ第2巻となりました。そして最後に蔦屋の紙書籍ランキングも見ていきましょう。まずは10位から6位までですが、電子書籍ランキングとはね、ラインナップ結構印象が違いますね。そして続いて5位から1位までなんですが、なんとこっちでは竜王のお仕事が2週連続1位となっていて、王様のプロポーズを抑えているんですね。くしくも1位が竜王で、2位が王様という並びになっています。ちなみに3位の俺は青函国家の悪徳領主は、当然主人公は領主で、4位の現実式勇者も主人公が王様ですね。なんか一体ね、どんな覇権争いだって感じですが、それにしれっと収まっているロシデレがちょっと面白いです。これでね、竜王のお仕事がスタヤランキングでは2週連続1位なわけですが、果たしてね、来週はどうなるんでしょうか。さすがに厳しいかもしれませんが、来週3週連続1位を取れるのかどうか注目です。以上、今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方は、この機会にぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。新刊ラノベの紹介動画の方もぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。